封じ壊す。行くぞ。もしかして妖じゃない？マジかよ、やっと見つけたぜ。ん？やあ！誰だってことはないでしょう。私たち幼馴染じゃん。幼馴染？おいよ、おめえ大丈夫か？村？陽の言ってる村ってこの絵のこと？時間を俺は女神に騙されて血の気が引くような感覚とともに全身の力が抜け始める。箱庭の世界は嘘で塗り固められてできていた。ゲームのような世界で失った2年という長い時間、俺は一体誰なんだ？誰が俺をこんな場所に閉じ込めていたんだ？溢れ出る疑問を頭で処理しきれないまま、過酷な真実から自分の心を守るかのように俺の意識は遠のいていった。いいね、こんなに楽しいのは久しぶりだよ。君ならこれに耐えられるのかな。よかった、気がついたんだね。ったくおめえはビビらせんじゃねえぞ。気分はどうだい、何か思い出せたかい？間違い
燃えていた。それってもしかしてメグロシティの倒れた時はどうなることかと思ったけど、多少は記憶回復につながったのかな。けどこれ以上ここに留まるのは危険だ。シティを脱出？ああ、まだ混乱してるみたいだから、僕から状況を簡単に整理して伝えさせてもらうよ。君の幼馴染たちがお猿さんみたいにキーキー言いながら右往左往してるのを観察してたら日が暮れちゃうしね。誰がモンキーだこら！カズキさんひどい。まずは自己紹介だ。僕は青山カズキ。こっちは僕らは他の8人の仲間と一緒にこの24シティに乗り込んできている反逆者だ。24シティ、反逆者？わからないことだらけっていう顔をしているね。今僕たちが立っているこの場所は24シティと呼ばれて、地上には他にも23のシティがある。でもこの24シティは違う。誰も頼んじゃいないのに勝手にシティを名乗り始めただけの偽物の街。その正体は地上を侵略監視するための空中要塞。まあ内部にあんなテレビゲーム風のエリアがあっただなんて地上からは想像もしてなかったけどね。地上を侵略。まさかあれがその時の記憶。こっちの二人組はイロハ月ちゃんとヤクモスイ君。僕らがこの24シティに潜入するタイミングで強引にくっついてきた君の幼馴染だよ。記憶にない幼馴染でも多分彼らは信用できる。もうちょっと彼らに質問してみよう。今の俺はここから何かを判断するには情報が足りなさすぎる。